黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たちなぜここに。あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーウェを守るべきだと、そうなったのよ。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人には分かれない。だがわらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。作戦開始。奇襲機を操作して